先生、なんとなんと、はい、なんですか。今日で何がや、何？今日でお別れです。誰がや。引退すんの？違うでしょ。違う。このスタジオと。あ、このスタジオね、そうなんですよね。はい、だからご覧になってる方々にあんまりなんかピンとこないお話なんですけど、実はここはですね、インプレスさんの中のセミナールームっていうか会議室みたいなところでやってるんですけど、今度ちょっと会社の中いろいろ改装するらしくて、もう前には使わせてあげないよって俺いじめられたので、じゃあもういいです、私出てきますって言うんで、しょうがないからちょっと近所のビルになんか他の編集部が使ってる撮影スペースがあるんで、はい、そこへね、今度移転というか、なのでこの風景で皆さんにご説明できるのはまあ今回がちょっと最後ですね。なんだけど、てめえいい加減にしろ、俺はここに戻ってくるって一応今なんかうちのスタッフが会社にぶち上げてるそうなんで、僕も見えない圧力をかけてですね、はい、はい、ここへ戻ってこれるようにしたいと思いますね。まあちょっと改装期間中はだいぶ風景が変わりますけども、やってる内容の濃さは基本的には変えないので、はい、まあでもね絶対戻ってきますよね。はい、はいということでございますね。はい、そう、次回どういう場所なのか俺もよくわかんない。ね、ちょっとね、ワクワクはしますけども。はい、お楽しみに。お楽しみに。ホーリン高之の携帯しようぜ。今回ご紹介する端末は NTT ドコモ Xperia Ace II SO-41B。 まずはじめにスペックから紹介していきましょう。サイズは高さ 140mm、 幅 69mm、 厚さ 8.9mm、 重さ 159g、 ディスプレイ 5.5 インチ HD プラス液晶 720×1496 ドット、 Android 11搭載、 CPU MediaTek Helio P35 オクタコア、内蔵メモリ RAM4GB、 ROM64GB、 SIM はナノ SIM、 バッテリーは 4500mAh、 アウトカメラは1300万画素、200万画素のデュアルカメラ、インカメラは800万画素、マイクロ SDXC メモリーカード対応となっております。今回はドコモから新しい Xperia Ace シリーズをご紹介です。コンパクトなのに広いディスプレイはいいですよね。使い勝手など早速見ていきましょう。携帯ピックアップです。今回ご紹介する端末はこちら。NTT ドコモ Xperia Ace Mark II SO41B です。カラーはこちらからブルー、そしてブラック、そしてホワイトの3色です。はい、ということで NTT ドコモ 4G 対応のスマートフォンエントリーモデルということで、はい、まあ従来からね何度か名前は、ありましたけれども、2019年以来、2年ぶりにエースのネーミングが復活ということで、ソニーモバイル改めソニーかなの、エントリーモデル登場ということで、まあ、基本性能を保ちつつリーズナブルな価格で、楽しめる一台ということで、はい、今日はこちらをご紹介したいと思います。はい、はい、エクスペリアエースってすっごく久しぶりに聞いた名前かも。そうね。はい。まあエクスペリアエースっていう名前は実は結構昔からあって、何度か使われたことがあって、直近だとその2019年の6月だから今からちょうど2年ぐらい前に、ドコモから発売されていると。ちなみに楽天モバイルでも一応まあそのモデルのまあ楽天向けにしたものを一部販売した実績もあるんで、まあ、そちらは現在も一応販売中ということになってますね。ちょっと前に、エクスペリアってね、アルファベットで出てたでしょ。Z とかね。それが、はい、1とかさ5とかっていう数字の名前に変わったじゃないですか。変わりましたね。今はそうですね。はい。それがまた今回そのエクスペリアエースっていうふうにアルファベットになったのって、はい、なんでですか？なかなか鋭いところを、はい、ついてきた感じはしますが、はいはい、この前ね岸田さん、エクスペリアのキーマンの岸田さんにね、ご出演いただきもお話ありましたけども、エクスペリアは今はその1から1、まあ世代を追うことに1、1マーク2、1マーク3って出てきてると、で、まあ、その他に5とか10とか、はい、まあバリエーション出してる。基本的にだからこの数字のシリーズにまあ統一しましょうという形になったんだけど、まあ位置づけとしてはこのシリーズはちゃんと今もやってる、まあ、この夏も、ね、ちょっと今発売のスケジュールちょっと変わってきてますけども、まあ、1Mark3 とか、はい、10Mark3 とか出てきますと、で5もおそらく、まあ、次の Mark3 が出てくるのかな、っていう予定なんですけども、まあ、このシリーズっていうのは要するにソニーの、まあ、AV 技術、ソニーならではのオーディオビジュアルの技術を生かした例えばコンテンツの撮影、例えば写真撮ったり動画撮ったり。例えばゲームしたり、まあなんか映画見たりとか、映画見るのに21対9のワイドのディスプレイいいよねみたいな感じで作られてるのが、まあ、この1とか5とか10のシリーズと、はい、まあこれは好きを極めたいい人向け、この前ね、インタビューでも出てきたけども、まあこれになりますと。で一方このエースっていうのは、まあ、今回エース、はい、マーク2なんですけど、まあやっぱりね従来モデルですごい好評だったこのコンパクトなボディ。これを維持しながらできるだけその、まあ、エントリーの人、初めてスマホを持つ人も含めての話だけれども、まあそういうエントリーの人たちに対してもXperiaをぜひ体験してほしいと、まあ、入り口になってほしいという意味合いも含めて、このモデルがラインナップに加わった。だからまあ別なシリーズだと思ってもらった方がいいかなと。Xperia Aceっていうのはまあそのさっき言った2019年に出てるんで、はい、まあそのモデルのまあちょうど今2年経ってるんで、まあ、買い替えのタイミングになってきたよねっていうのもあるんで、あともう一つはまあドコモがこれから3年4年ぐらいかけるのかな、 3G が2026年かななんかに完全に終わっちゃうので、はい、まあそれまでには順次巻き取っていかなきゃいけないんで、そういうその 3G の端末を持っている人たちに対しても、まあ移行先としてどうですか、ソニーのXperia皆さんもお使いなのがそのままここにまた小さいサイズでコンパクトなサイズで持ちやすくなってますよっていうのがまあ出てきましたというので、そこの需要にもまあ応えるために、まあ今回のエースマーク2が企画されたという格好になりますね。Xperia ってそのさっき言ってたそのアルファベットの頃にコンパクトってあったじゃないですか。はい、Xperia Z なんとかコンパクト、はい、あのシリーズ結構ね人気高かったんですよ。それをまあここに行きたいみたいな感じも含めてのお話ですね。はい。はいで、まあそういう形の位置づけのモデルなんですが、エントリー向けなんですけど、まあ、ボディは見ていただくとこういう形で、まあ、僕の手で持ってるんで、まあ、ちょっとだいぶ必要以上に小さく見えちゃうんですけども幅がなんと70ミリない69ミリ、はい、で縦も、実は140ミリで厚さがまあちょっとあるんだけど、まあ、一応 8.9、まあ、非常にコンパクトで持ちやすいデザインっていう形になってました。はい、なんだけども、まあ、前を見ていただくと分かる通り、これ言うとねきっとソニーさんに怒られるんですけど、前の Xperia Ace ってなんか上と下になんかこんなこうでっかい縁があったわけですよ。これない。今回はほぼフルスクリーンとコンパクトボディにフルスクリーンのデザインと。でもちろん、まあ、防水防塵対応ですんで、まあ、そこは安心して使えるというのと。でなんとこのコンパクトなボディながらバッテリーが 4,500 ミリもあるという形で、このサイズで 4,500 ミリあるんですか？そうそう。で実はですね前回番組でゆきちゃんと一緒に取り上げたアローズ B4 プラス、まあ、同じちょうど今 4G のドコモのスマートフォンとして同じぐらいの価格帯で売ってるモデルがあるんですが、これが 3,600 ミリ。からまあ同じもう一つ 4G で安いモデルでいうと Galaxy の A21、A21 っていうのがあるんですけど、これも実は 3,600 ミリかな。ででかいのは同じクラスで 4G のスマートフォンででかいのはアコーステンス4が4570なんで、まあこれとほぼ同等ぐらいのサイズということで、ちなみに初が持ってるの今年買い替えた S21 は 4,000 ミリですから。負けてるね。そう、これそれもでかいということです。以前に比べればもうすごく長持ちするようになったんですけど、まあ外出する機会もね少ないんですけど、やっぱり電池が持つっては安心ではある。まあそうですね。なかなか今お出かけする機会なんですけど、まあでも明日なんかだとゴルフの時にね一日中出っ放しになっちゃうし、コース出てると。まあモバイルバッテリー持っていかないと充電できないからね。そうなんですよね。そこ結構大事ですよねっていうのがあるんですが、で安心という点でいうと、実はもう一つこのXperia Ace IIに関してはバッテリー周りでもうちょっと工夫があって、それは3年間使っても劣化しにくいそのバッテリーの設計になっているということで、これは実は充電時の電流の流れとかを制御することでバッテリーに負荷をかけないようにして、へたりにくくすると。例えば長く使ってる機種だとなんか充電するんだけど3時間ぐらいしたらあれってもう半分みたいなことがあるんだけど、そういうことが一応ないようにですね、中もちゃんとそういう意味で言うと充電の部分も含めていたわりができるようになってますというところですね。はい、それからあとこれは最近Xperia さんというか他社も実は真似をしてきてるというのもあるんですが、電源ボタンに指紋センサーが内蔵されていると。これはもう今ね他社やってますけど、先駆けはやっぱりXperiaなんで、Xperiaが切り開いてきたっていうタイプですけども、指紋センサー内蔵してるんで、こう例えばこういう形で今ロック画面になってますけどすぐ開くと。これが例えばダメな場合だと全然違う指でやると開かないと。外出時はマスクをつけてることが多いですから、やっぱり指紋認証がいいよねっていうんで、指紋認証でピッと開きますというところですけれども、自宅ではマスクを外してるんで、自宅でも別に指紋認証でもいいんだけど、実は顔認証はこれ実は倒してないので、実はスマートロックっていう機能が Android にはありまして、同じ指紋認証のところのですね項目に出てくるんですけど、こんな感じの項目のメニューになってます。でこれスマートロックを開けると何ができるかっていうと、要するにだから持ち運びを検知したりとか位置情報を基づいて開くようにしますと。だから家に着いてきた時にはもうそのロック解除ですみたいな使い方も一応設定としてはできるので、この辺を組み合わせて使ってもらうといいですし、あと家にしかない例えば Bluetooth のヘッドセットとかスピーカーなんかにつないだ時は一応外れますみたいなことも一応できるんで、そういう形で上手に使っていただけるといいかなと思います。あとボディ周りでちょっと最近もこれも増えてますけど、トップにありますが一応 3.5 ミリのイヤホンマイクオーディオジャックがちゃんとついてますんで。だから何でしょう、ちょっといいイヤホン、有線のなんかを持ってる人はぜひここに挿してもらって使ってもらうといいのかなっていう感じですね。はい、で、さっきも言いましたけど表側は 5.5 インチ HD プラス対応 TFT の液晶ディスプレイということで、5.5 インチなんで結構でかいよと。ちなみにディスプレイのところは耐久性に優れてますけれどもゴリラガラス6を採用ということで、これも安心して使える要素の一つかなと思います。そしてXperiaといえばやっぱりこのカメラね、ここは期待値が大きいと思うんですけれども、これ見た感じ3つあるように見えるんですけど、実質的にはやっぱり1個プラスアルファみたいな感じで、一番下 LED なんで、実は1300万画素 F2.0 の広角カメラ、これは 3.0 分の1インチのセンサーなんでそんなにセンサーは大きくないです。でその隣にあるのが振動センサーで、これは200万画素。5.5 分の1インチかな、これちょっとだいぶちっちゃめですけど、これを使うことによって例えばシーンを自動認識したりとか、ポートレートで撮れるようにしたりとかってことは一応できますということで、普通にここら辺はねソニーさんなんで、ちゃんと一応そこのソフトはちゃんと手を入れているんで、綺麗な写真が撮れると思います。そしてインカメラのところですけども、上にノッチがあって、水滴型ですね。ここには800万画素の F2.0 のインカメラを内蔵と。これは4分の1インチ。でカメラのスペックとしては別にセンサーがそんなに大きいわけでもないし、ではあるんだけど、一応メインカメラに関しては隣に振動センサーがあるんで、人物を撮った時とかにうまく距離を測れて、後ろをボケ味で人を際立たせるみたいなことができますという感じで、ソフトの部分に関してはさっきお話ししましたけどシーンの自動認識があるんで、そこは普通に使えるかなという感じでございます。気になるお値段なんですけど、さっきも言いましたけどとにかくお手頃価格ということでございますんで、いくらぐらいがいいですかっていうことも変ですが。安ければ安いほど22,000円でございます。どこもオンラインショップでこうなんと。でこれ実はこの値段22,000って数字聞き覚えがきっとあると思うんですけど、いわゆる今販売奨励金というか、販売施策であまり値引きはできませんと、22,000円まで引いていいですって言ってるんで。だから例えば MNP とかで来た時にうまく条件が合うと僕は実質0円で、0円なんだ。まあもう一つあるのはフィーチャーフォンとかから移行する人は 3G 以降の時はやっぱり同じようにして省力が使えるか端末購入補助がもらえる可能性があるので、その場合もかなりお安く買うことができるということで、まあそういうターゲットを要するにまあフィーチャーフォンからの乗り換え 3G からの乗り換えをまあ目指したい、まあそこを取っていきたいっていうドコモさんとの思惑にまあソニーさんが応えましたっていう感じのモデルなので、だから別に中はその手を抜いてるわけではなくて、ちゃんとさっきのバッテリーの話もそうだし、まあカメラのソフトを最新にするのもそうだし、まあかなりしっかりと作り込んだ一台ということになってると思います。はい。では機能チェックお願いします。はい。防水防塵は IPX5、IPX8 の防水、IP6X の防塵。もちろんお財布携帯は対応しています。はい。着信拒否に関しては登録外、非通知公衆不可能から、通知不可能ですね。からあと指定した番号ということで、はい、対応できますと。まあドコモさんなんで安心セキュリティというアプリがまあ有料ですけれども、はい、提供されてますので、まあ、それを使っていただければ迷惑電話に関しても対応はできますということですね。それからあとは伝言が載ってますんで、例えばまあ留守番電話がない、はい、ドコモのサービスはい、とかでも一応お使いいただけることになりますというとですね。はい、という感じで、機能チェックに関してはまあ満点ですというところでございました。では続いてはズバリいいところ悪いところです。はい、ズバリいいところ悪いところということで、先生いいところお願いします。はい、はい、いいところコンパクトでフルスクリーン。大容量バッテリーお手頃価格、まあコンパクトなボディのモデルはまあ、はい、いくつか出てますが、昔前のXperiaに言ったような気がしますが、上下にでっかい額縁をつけてる機種を使うぐらいだったらやっぱりフルスクリーンの方が幸せだよねっていうのと、まあそういう意味ではこれは非常にいいかなと思いますし、でこのコンパクトなボディながらさっき言いましたけど大容量のバッテリーでかいのは結構大きいです。やっぱり長く長時間使えるのはそうコンパクトなボディもあってどうしてもバッテリーの持ちがねやっぱり気になるんだけど、これぐらいあるとやっぱりいいなっていうのと、まあ後でちょっとマイナスでもありますけど、まあ一応ディスプレイ的にはまあアドバンテージ、まあ逆の意味もあるんだけど、まあアドバンテージがあるので、まあ一応バッテリーの連続駆動時間は少し長くなりますと。であとなんつっても値段がこのお値段つうのは非常にいいと。だから MNP してよそ行った人がこれに乗って帰ってくるのもありだと思うし、まあもちろんだからさっき言ったようにその 3G のまあ折りたたみの携帯とか持ってる人とかスマホデビューするのにもいいと思いますし、まあいろんな形で手に取れる端末ではないかなと思います。はい。はい。では悪いところお願いします。はい。はい、悪いところ、ディスプレイは HD プラス、そして好みが分かれるボディの質感、なぜエースなのか。まあディスプレイに関してはさっき言いました通り、やっぱりそのねハツもスペック読んでくれたけど、まあ、HD なんで、はい、世の中今フル HD がまあ主流になってきてる現状で考えると、はいあとまあもうちょっとお値段上だけど、まあ3万円台でフル HD プラス対応のスマートフォンが存在することを考えるとちょっと HD はねっていうのは感じはするけど、ただ毎回言いますけど、フル HD にだと当然その液晶ってこう格子状にでなってますから、バックライトたくさんたかないといけなくなるんで、まあ電池持ちが厳しくフル HD の方が厳しい。逆に言うと HD の方がまあその格子のこの四角の Excel の表でもいいですよ。まあそれの格子が少し目が荒くなるわけなんで、バックライトの色は少し抑えることができるんで、まあその分電池は持ちはいいよねっていうところもありますから、まあだからより一体ではあるんだけれども、まあ一つの解としてまあソニーさんは今回はこのモデルではまあ HD プラスにしましたというところですね。だからボディの質感っていうのはこれ結構いい感じの仕上がりだと思うんですよ。指紋が目立たないし、サラサラした触り心地でマットな感じがして結構いいと思うんですけど。はいちょっとやっぱこれ好き嫌いあるかなと、いかにも女子っぽいっていう言い方をする人もやっぱりいるのかなっていう気がするんで、まあこれはだから好みの分かれるところ。ただ逆にこういうそのカバー、スタイルカバー今回売ってますんで、これちょっと今回ですね3色ちょっとお預かりしてきたのをこうお見せしますけど、こういう感じで3色用意されてます。はい、で同じボディカラーのを選んでもらってもいいんですけど、うん、あえてこれみたいに例えば、うんブラックのボディなのにこういう色のカバーをつけるとかこういうのを含めて楽しんでもらうといいのかなと。ちなみにこのカバーのお値段はですねドコモオンラインショップの価格でスタイルカバーウィズスタンドこれちなみに足出ますんでだからこういうことができます、はい、動画見るのとかには嬉しいですねみたいなスタイルカバーウィズスタンドは3,830 円ということになります。その他にもリングのついたやつとか、最近リング付き多いよね。多いですね。私も持ってます。使ってもね。リング付きのやつもリングシェルケースが2,970 円かな。はい。その他にもスマートフリップケース、いわゆる手帳型ですね。あとレザーのフリップケースとか、その他にも抗菌ソフトケースとかハイブリッドケースとか。たくさん実は扱ってます。で、最後にそのなぜエースなのかっていうのが、さっき言ったようにそのマーケット的、市場的にはそういうお客さんが出た、要するに 3G から乗り換えたいですよとかスマホデビューしたいですよみたいな人がいるのは分かるけど、でネーミングとしてその1、5、10っていうシリーズがあってそれとは別に作ったんですよっていう説明も、僕ははい分かりましたと思ったけど、ただやっぱりお客さん的に言うとなんかそのねこの前も岸田さんのお話の中でその万人受けとは決別しますっていうことをその内部のね考え方としてあるっていうふうにおっしゃってましたけど、でもやっぱりここはここで取っていかなきゃいけないのかちょっと困ったなみたいな感じでこういう名前が出てきたっていう感じなので、ちょっとそういう斜めに受け取る人もいるのがちょっと気になるかしらっていう気はしますけど、でもシリーズがなんだからっつって別に買うわけでもないのでエントリーの人にとっては非常にいい時代ではないかなという感じがしますね。はい。ズバリこれはどういう人向けですか？そうね、やっぱりだからさっきもね最初にちょっとお話しましたけど、2019年のその Xperia Ace を買った人、買い替え2年後ですね。っていうのはもうちょっとしたらもしかしたらそれよりももっと前の Xperia ホゲホゲコンパクトをまだ大事に使ってる人がなんか同じぐらいのコンパクトなボディないかしらっていうのでここに行き着くっていうのはもちろんありだと思いますし、手頃なモデルがやっぱりちょっと欲しいよという人にも、例えば変な話だけどお父さん使ってんだけどうちの高校生の息子にはこれにするよみたいなのももちろんありだと思いますんで、そういうのも含めて考えていただけるといいのかなということでございました。はい。ぜひお店で触っていただいて、よくできたモデルだと思いますんで、ご検討いただければと思います。はい。ハート携帯です。私今年の春に新しい Galaxy S21 を機種変更したんですよ。自分はわからない、いろいろわからなかったからショップにちょっと行って手続きしたんですけど、オンラインではなかったのね。そうなんですよ。だけど今のタイミングだとオンライン手続きを済ませたいっていう気もする方もね多いですよね。でわからないことがあるとお店に直接行くとかって、こういうもののじゃあ販売ってこれからどうなっていくんですかっていう、難しい話題ですよね、本当にね。去年ね最初の緊急事態宣言が出た時はもうお店閉めますとか、一部の店舗はもう時間制限しますとか、もう予約しか受け付けませんとかいろいろこうあれやこれや言われましたと、それもあったんで、オンラインに行きましょうっつって言って、オンラインで、手続きも含め販売も含めできるだけオンラインにしましょうって言ったんだけど、言った割には。なんかどこぞのキャリアさんはオンラインで買ってもいまだに10万円の端末を代引きでしか売らないとかなめてんのかお前みたいな話があったのをだいぶ僕は文句を言ったんですけど、ようやく治りつつあるようなんですが、例えばカードが一部のとこでは使えないとかねいろいろありましたけどだいぶ治りましたと。オンライン手続きもだいぶ増えたな気がするんですが、ただそのキャリアさんのオンラインショップの利用率ってどれぐらい変わってきたかって去年の6月に発表されたMCA っていう調査会社だったんですね、携帯市とかでもいつも記事を上げていただいてるんですけども、この調査会社さんのレポートによると去年6月の段階で 11% ちょっとぐらいと、全体の。だからそんなに多くはないと。でこれから少し伸びてるとは思うんだけど、それでもまあ2割いくんかなみたいなところがあって、なかなかやっぱりまだオンラインだけでその手続きを、特に今は 4G、5G の切り替えだったりとか、料金プランが今どこぞのね、総理大臣とそれから総務大臣がいろいろ「お前な」とかつって言ったもんだから、毎月のようになんか変わったりしたじゃないですか、去年ね。だからそれもあって、だいぶもうお客さん側も不安になっちゃったんで、ちょっとやっぱりお店行きますっていう人が多いと思うんですよ。ただまあね、当然そのコロナ禍の中でお店に行くことに関してはいろいろ賛否両論もあるし、リスクももちろんあるし、これからちょっとどうなるかなっていうのもありますと。あともう一つはこれは携帯ウォッチの方でぜひ記事をチャンスがあれば読んでいただけるといいと思うんですけども、公正取引委員会、いわゆる俗に言う公取が実は携帯電話市場における競争政策上の課題についてというレポートを実は発表しました。でいろいろね、もうなんか済んだことを今更ほじくり返したりするのもあったりして、なんか公取のくせにお前ちゃんとなんか時流に合ってねえよってだいぶ僕は突っ込みたところがあったんですが、それはちょっと置いといてなんですけど、ここの中でやっぱりキャリアショップのビジネスモデル、要するにキャリアさんのショップなんだけど、当然そこは代理店さんがやってらっしゃるんで、いろんなね会社さんがありますけれども。そこの会社が例えばキャリアと契約をして、ドコモショップホゲホゲっていうのを作って、でキャリアから端末を仕入れたりして、あるいはその例えば手続きをするための機械を用意をして、でお客さんに売りますみたいな形をとってるんだけど、そこで要するに簡単に言うと、高い料金プランに入るとたくさんご褒美をあげるけど、安い方の料金プランだったらご褒美少ないですよみたいなことをやってるので、だからどうしても上に行こうとしちゃう、売ろうとしちゃうっていうのがあって、こういうやり方はやっぱりちょっと直さないとダメだよねっていうのを一応この公取のレポートの中では上がってると。っていうことなので、今後おそらく今回のコロナ禍を機にキャリアショップのビジネスモデルの在り方っていうのは多分結構大きく変わっていきそうだと。だから今まで通りお店にも買いに行けるかもしれないけど、そうじゃない選択肢が多分増えるかなという気はしています。特にオンラインショップは僕は多いかなと思ってます。でそんな中ですね、ちょっと面白い取り組みをですね、最近ちょっと拝見させてもらったんで、今日はその話題を少しちょっとお話ししたいと思うんですけれども、日本マイクロソフト、Windows といえばとか、Office といえばのマイクロソフトなんですが、マイクロソフトさんと家電量販のビッグカメラさんの取り組みがちょっと面白かったんで、それをご紹介したいと思います。マイクロソフトとビッグカメラ、これパソコンですか？そうです。今回はサーフェスの話題で、サーフェスマイクロソフトの製品ですよね。でこれはだいぶ前でもサーフェス3ですけれども、こういうのを含めて売りましょうってことなんですけど、実はビッグカメラさんと組んでオンライン接客という取り組みをスタートさせてる。オンライン接客っていうチャットとかですか？いや、チャットではないです。実はですね、物を買うっていう時にはもちろんだから最近ね、サポートもチャットでやりますみたいな増えてるんじゃないですか。なんだけど、そうじゃなくて、やっぱり物を買う、特にスマートフォンとかパソコンとかだと、その大きさがこれぐらい、手に持ってこれぐらいの大きさですとか、机に置くとこんな感じですってやっぱり知りたいじゃないですか。っていうのもあるので、だから一応マイクロソフトさんの方でお家の書斎みたいなコーナー、要するに仕事部屋だな、今テレワークとか増えてるので場所とか、あるいはそのリビングかなみたいなところみたいなのを、そのキッチンみたいなところのイメージしたところを、見た感じはね、マンションのモデルルームみたいな感じのところなんだけど、そんな感じのところにそのサーフェスからアクセサリー類から一通り用意して、でそれをオンラインでデモをしながら、お客さんにお見せすると。例えば初がそのお店にオンラインで来れば、こちらはこういう商品ですよ、こうですよ、そこはこれは何とかなんですかって、これはこんな感じなんですみたいな感じで、そうでもう対話ができるという形のことをやってると。感染対策としても一応会わないで済むから、一応安心だし。お客さん的には別にお家にいようがどっかに出かけてようがどっからでも一応アクセスができるので、はい、場所を一応問わないという使い方ができると。先生も実際そのオンライン接客見たんですか？一応デモという形ですけど、実際こんな感じでやってますみたいなところを一応はい、僕もオンライン経由で拝見したんですけど、はい、スタッフの方ももう実際にオンライン専用の人ってことではなくて、実店舗で実際にお客さんにそのサーフェスを説明して売っているスタッフを加えていると、そういう人たちがいます。全員実店舗の経験がある。かつその中にはなんと販売員の実はコンテストみたいなのがあるそうなんですけど、そこで優勝したような結構優秀な人も入ってるんで、だから的確な説明で非常に分かりやすいと。ビデオ会議のこのアプリとかっていうのも必要なんですか？いや、いらないですね。実はオンライン接客はなかなか勘どころとして分かってんなと僕は思ったところなんですけど、はい、販売員さんは映像で、例えば先にスマホつけたようなやつでこんな感じですよとかって近づけて見せたりするわけですよ。なんだけども、お客さん側は喋るだけ、声だけ。声だけなんだ。逆に言うと説明員、販売員さんはお客さんが言う言葉にすごい集中して聞いてくれるので、しかも1対1なので。いいですね。例えばお店とかだとこうやって話しかけて、これはサーフェス、今度のサーフェスプロ7はラップトップはどうなんですかみたいな話をしてると、なんか通り上がりの人にいきなりなんか話しかけてそっちにスタッフ持ってかれちゃったとか、そういうのがない。もう基本的にはもう自分が向かって専属で一応対応してくれるみたいな感じなので、安心してそこは話ができるんで、集中してできますよということですね。ということは先生的にはこれをキャリアショップでやりたいとか、そういうことですね。はい、これはそうなんですけど、はい、実はそこで向こうのマイクロソフトの方にも一応質問というかいろいろ言ったんですが、パソコンの販売って結構、割となんかほらパソコン本体だけの話かと思えば、なんか写真を何とかするにはどのアプリを使えばいいのかとか全然関係ない話がね、なんか日経見たらいいのか朝日見たらいいのかみたいな余計なことを質問する人が多いんで、話があちこち飛ぶんですけど、そういうのもちゃんと対応できるスキルを持っている人がやっぱりやってるっつうのは、やっぱりこれはお店でやってるから、お店でやってる人がオンラインでやってるんで、そこのやっぱり強さは心強さはやっぱあるし、こういうことができるんだったらそれはスマートフォンにもできるんじゃねと。できる。ドコモショップ、au ショップ、ソフトバンクショップ、楽天モバイルショップでもできるんじゃないかと僕は思うんですけど、っていうのはやっぱりアーモが最初ね、店頭はやりませんって言ったじゃないですか、去年12月の段階。その後吸ったものいろいろあった逆に、なんかどっかの新聞社の OB のかなんかの人はなんかうまく契約できないからショップに行ったら受け付けてくれなくて最低だったって文句を書いたらネット中から文句が出たって話がありましたけど、やっぱりお店があった方がベターなことは確かであるし、でそれを見て今度ドコモさんは店頭サポートをアホでやりますと、その代わりお金くださいっていう形をやってるんで、それはそれでありかなっていう気はするんですよ。店頭でやるとまでは言わないけど、特に今まだコロナ禍ではあるし、ワクチンの接種が始まったとはいえね、いろんな変異株があるとかいろいろ言われてますから、これからどうなるかわからないので、そういう意味ではビデオ会議経由で接客っていうのにキャリアさんがもうちょっとキャリアショップさんと一緒になって取り組んでくれれば、なんかいろいろできるのかなと、新しい販売スタイルできるんじゃないかなと。っていうんで、マイクロソフトさんには早急にソリューションとしてまとめて、各キャリアに売り込んでくださいと一応言ってきましたんで、そこはちょっと期待したいところかなということで、そのキャリアの話はちょっと置いといて、皆さんもちなみにマイクロソフトさんによると、今回ビッグカメラさんとのお話ですけど、他の家電量販さんとやる可能性もあるそうです。だからもし見かけたらぜひ一度、こちら側からは声だけ、向こう側から映像が来るっていう、なんつうのかな、安心感つったら変だけど、なんかプレッシャーのなさがやっぱりあるので、ぜひそれでやっていただけるといいかなって感じはしますんで、ぜひとりあえずまずビッグカメラさんなんで、ちょっと一度もしご興味があればマイクロソフトさんとやっているこの取り組みについて、ぜひちょっと一度サーフェスどんなもんだよっていうのをぜひ皆さん見ていただけるといいのかなということでございました。はい、ということで今日はマイクロソフトさんとビッグカメラさんの取り組みについてご紹介しました。はい、今回はこちらの NTT ドコモ Xperia Ace II SO-41B こちらをご紹介しましたけど、はい、私のおすすめポイントは、やっぱりこのスリムなボディ、そして大容量、はい、そしてなんといっても2万円台っていうねできればこういうカバーをつけていただいて、ここに今映像を流してますけど、こんな感じで動画を見ていただくのにとかにも便利なんで、はい、この前のねインタビューでしたから、まあそういう形でもお使いいただけますんで、ぜひ楽しんでいただけるといいかなということで、結構僕的には、まあこれでデビューするのは結構ありかなっていう気はしますね。でまあエースを従来持ってた人の買い替えにもおすすめだと思いますので、ぜひ店頭で試していただければと思います。はい。